お疲れ様です。お疲れです。なんかいつの間にか小屋がすっごい進んでるんですけど。うん、いい感じになったよ。これでね、雨が降っても少々大丈夫と。もうすぐじゃない？まあ明日はこれ床張って、もう屋根、もう行けりゃ行った方がいいよね。で、晴れば通学長所来ても行けると。ということで、今日はこんな感じですね。もう少しですよ。さあ、帰ろうか。疲れただけは。しかし蒸し暑いわ。帰ろう。お疲れさ。お疲れさ。すぎだよ。釘ランぐらいのもんだよ。ということで、今日の作業終了。今日は雨の中、この床をね、張りましたよ。だいぶ良くなったんじゃないですか。あとは明日は屋根をつけて、しばらくはちょっとこのままかな。ということで、一旦明日屋根がつけば一旦中止だね。ということで、今日はここまで。やれやれ。こことあそこだけ立て。あ、そっか、この針の高さが違うわけ。味があるブサイクとチャンガラのブサイクはまた違うから大工が見て、うわこういうのいいねっていうのじゃないと、うん、大工が見て、なんかそれやってなったらそれは素人やろ。それじゃダメなの。ルールはルール、うん、で、やらんとここまでやった意味がないから。おぉ、どうかい、これうちげーの。ほら、エロい見渡せるね。お疲れ様です。あら、お疲れ様です。お疲れ様です。お疲れ様です。お疲れ様でした。今日はすごいなんか小屋が変わってるんですけど。今日屋根ありましたよ。昨日床やったでしょ。今日はみんなで屋根を取り付けました。見てみましょう。ジン。いいじゃないの。すごいいいよ。
感動ですね。あとはここが玄関になると、まあ、ここにもね廊下来ますから、この辺まで廊下が来ます。これまでね来てこの辺からあの足場板2メーター分ぐらい階段作ります。3段ぐらいで1、2の3と廊下来ると、でこう来てここ玄関、ここ入りますよ、ここは窓になります。ここ一面ガラスで壁が、まあ壁が来て、その外が全部できたら今度は中ですね。中もまたこれ大変ですわ。でもやっぱ本当に1ヶ月ぐらいかかるわ。1ヶ月で行きゃええがの。おお。あとはね、ちょっと屋根裏っていうか、なんかここにこうちょっとベッド的なものをね作ろうかなと思ってます。まあそれはまだまだ先ですけどね。でここに暖炉が来る予定、こっちかこっちかね、そんな感じになっておりますよ。まあとりあえずは今日はもう材料がないんで、明日からはねちょっと材料が来るまでお休みですかね。40過ぎて潮吹いたの初めてで、見て、お潮吹き放置よやれやれよ。でこれができれば今度向こう行きますからね。今度向こうはブッシュクラフトの小屋作り、もう果てしなく行くよ。コロナが収まるまでわしはこれやるけ、どっちがやれるか勝負や。コロナとのわしの戦いじゃ、コロナが先に収束したらわしの勝ちっちゅうことやけんな。コロナが収まるまで何頭立てるか言えよやるやるよ。持ち巻きもしますからね。もう胸上げ終わりましたけど、ファンクラブ全員呼んで、でドローンから持ちを巻くということで帰りましょう。今日は酒飲むだろ。お疲れさん。駐車場。